とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。バブルバースターを使ってみてほしいということです。ありがとうございます。最近確かに使ってなかったんで、使ってみます。で、この前のタワーで出てきた、これ、ネバネバの弓の、黄金が爆発をちょっと使ってみようと思います。これ弓の攻撃力だけで倒していくやつなので、爆発との相性もいいかなと思うんだよね。どうだろう。まあ、爆発にバーストゴーストリング、で、アーティファクトチャージ、クールダウンショット。これでいきます。防具はウィザー。で、武器がスカルの大釜ですね。アーティファクトは羽ドラカバンです。いきましょう。それでは、ちょっとね、デイリーが微妙だったので、ラストステージ行きまーす。で、ここで、キャプテン全部倒していこうかな。確かに、爆発する。するんだけども、これが意味があるのかどうかはちょっと、微妙なところだな。あ、でも確かに、すげえ爆発する。いや、多分意味はあると思うんだよ。リフレッシュ入れずに、爆発でも全然、一応倒していけてるね。ちょっとあんまりこう、強さを実感はまだ俺してない。してないけども、多分、いいはず。なんかね、いまいちね、やっぱり、この爆発の恩恵がね、あんまり感じないんだよね。でも多分、敵が密集してるとことかでやれば、だいぶ違うんだよね。まあ、この中はね、結構密集してるんで、わかりやすいでしょう。どう？いや、これラグって全然わかんないよ。ラグはやめて、おい！マジか。危ねえ。ちょっと待って。すごい嫌なところにいるな。オッケー。こいつばかりはめんどくさかった。キャプテンどこ？あ、いた。よっしゃ。こういうバブルに入らないやつに関してはちょっと弱いよね。ちょっと待って、お前らエグいぞ。ちょっと待って、なんかいる。ちょっと待って、変なのがいたでしょ。ちょっと待って、ほら、変更がいた、もう。やめて。よし、オッケー。で、なんだ、今。モブ速度が上がったのか。モブ速度は問題ありません。ちょっと待って。エンチャンターが多すぎて、太い。あ、モブ速度上がると速いな。さすがに速い。じゃあ。爆発がもうちょっといい感じになってくれれば。何？クリーパーに代わって待ち伏せか。待ち伏せはもう問答無用にダメージがアップするんで、結構嫌なやつなんだよね。オッケー。でもさすがのバブル強い。オッケー。これ脅威3入っても、あ、ちょっと待って、変更いるでしょ。お前か。変更にはね、どうしてもこの装備は弱い。 OK。 脅威がこれで3ですね。あんでね、やっぱりね、爆発はだいぶ強いっぽい。キャプテン姿が見えたらもうすでに HP 半分以下になってたんで、うわー、もう勘弁してくださいよ、これ。ではあとはボスまで急いでいくだけ。変更が来なければもう全然余裕。ただただ突っ走っていくだけで倒していけるんで、やっぱ強いね。でもこれ昔もっと強かったからね。昔バブルビルドってもうワンパンする弓だったんで、どんなやつでもワンパンで倒していってめちゃくちゃ強かったのよ。それが修正されてこうなったんだけども、十分強い。これね、意外と爆発いいよ。リフレッシュが効かないから、まあ、確かに危なくなることはあるけども、爆発でねダメージが結構入るんで、これ全然ありです。バブルビルドに爆発を入れるっていうのはこれ全然強い。よし、ではボスに行きましょうか。脅威3の、速度 90% だね。まあ待ち伏せとクリーパーはボスには関係ないと思うんだけども、どうでしょう。 OK、 とりあえずこいつはワンパンで倒すね。倒せるか。おあー、ワンパンじゃなかったけども、スリーパンで倒せてます。よし、ちょっと待って、こいつにも最初ダメージを与えたいけども、まあ無理か。 OK、 大丈夫大丈夫。まあやっぱりいかないか。もうちょっとうまくいくかと思いきや、はいレーザー来るよ。やべっあっ、これちょっと待って、これ仕留めます。これで仕留めさせてもらいます。あ、動けなくなるバグ終わったのかな、修正されたのか。今結構密着して攻撃したんだけども大丈夫でしたね。はい、ということで、今日はコメントありがとうございます。バブルビルドやってみました。やっぱりまだ全然現役で使えます。昔がねちょっと異常に強すぎただけで、今でも全然強い。でエンチャントは俺、リフレッシュがついてるやつも持ってるのよね。バブルあった。リフレッシュ、クールダウンショット、ロールチャージ、バーストボーストリング。で、リフレッシュで、ポーションバリア、バシバシ使っていくやつっていうのも、まあ、耐久力が上がっていいんだけども、この爆発を入れて、周りにガシガシダメージを与えていく。このタイプも、めちゃくちゃ強いです。これバブルビルド、この2つでいいんじゃないですかね。なかなか良かったですよ。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。